くない？でも同じ学年じゃないんじゃないかな。私大体覚えてるもん。私、茂木和葉。こっちは双葉ね。こんにちは。京介？友達？誰？平気なの？けど、京介一人なの？エマちゃん、よかったよね。エマって？あ、じゃあ、私たちと同じなんだ。私も一緒にくっついてきたから、用があるのは双葉なの。じゃあ、トモくんは？僕は、お姉ちゃんがちょっと。じゃあ、私たち、似た者同士か。同盟だね、同盟。ほら、同盟国の握手しようよ。そろそろ行かないと、お母さんに怒られるよ。あ、そっか、そうだね。それじゃあ、みんなバイバイ。それであんまり見覚えなかったんだけど、片方はちょっと覚えてるような気がしたかな。もう一人の方はしばらく学校に来てないのかもしれないね。あ、じゃあ僕も行くね。トイレ行きたかったんだ。ちょっと暑いわね。ジュースでも飲もうか。あら、お引越しがあるみたいよ。うちの近くか。
挨拶しないといけないわね。それは引っ越してきた人がこっちにくれるの。絶対ってわけじゃないけどね。もう今時はあんまりやらないかな。ああ、たまにはお蕎麦もいいわね。こんにちは、近所の方ですか？こんにちは。ほら、ご挨拶は？こんにちは。今度この近くに引っ越してきた三木村じゃないや、麻生通りと言います。うちの蓮向かいだわ。ご近所同士よろしくね。はい、よろしくお願いします。通りちゃんいくつなの？じゃあうちの子たちよりも年上ね。よかったわね、二人とも。お姉ちゃんができたわよ。お姉ちゃん。これから仲良くしてやってね。よかったわね、二人とも。お姉ちゃんができて。私にはお兄ちゃんがいるもん。やきもちか。そんなんじゃないよ。はいはい、ほら手洗ってうがいして。おはよう。眠いみたいね。今日はお墓参りなんだからちゃんとしないと。ねえお兄ちゃん、引っ越してきた時には妹さんって亡くなっていたのよね。うん、毎年この時期になると思うんだけど、この町に来た時にはもう昔のことだったのかな。通りさんって昔からあんまり変わった感じがしないから、つまり妹さんの死を境に何かの変化があったのかなかったのか。
そうよね。やっぱり越してきた時にはもう吹っ切れていたってことかな。そうなるかな。寂しい？思った以上に通りさん遠いのかもしれないわよ。別に夜でもいいけど。まあ人間なんてそんなものだと思う。お互いがお互いに見せるのを許している部分なんてごく一部。私たちには当てはまらないから。そんな大昔の話持ち出されても困るけどね。おはようございます。はあ、お休みの日はなんでこんなに眠いんだろうね。そうかな。眠いから頭が回らないや。そんなことより、通りお姉ちゃんでしょ？通りも、いつまで経っても朝が弱いからね。まったく、誰に似たんだか。未だに朝ごはん食べながら居眠りすることあるし。ちっちゃな子供みたいですね。私のこと持ち出さないでよ。そうだよ。ゆきえさんがしたの今の話ですよ。あれ？晴れてよかったよね。警察も祝日とかは休みなんですか？私はね、内勤だから。ま、呼び出しがかかることもしょっちゅうだけどね。お母さん、携帯の他にポケベルも持ってるんだよね。ポケベルの方が電波が強いのよ。でも今日は大丈夫。電源切ってあるから。
てもらっちゃって。いいえ。普段あんまり電車に乗らないですし、外に出るいい機会ですから。出ないの外？あんまり。ちょっとは遊びに行った方がいいよ。そんなことしんみり言わないでください。遊べるのも1年2年のうちだけだからね。ちゃん、ボーイフレンドとかは？いきなりですね。ほら、そういう人がいれば一緒に映画見に行ったりとかするのかなって。ちょっと興味ないですね。だってエマちゃんモテるでしょ？そう思わない？よく手紙なんかはもらいますけどね。いつもお断りしてるんです。そういうのはまだ早いような気がして。そうかな。そうなのかな。そういう通りさんはどうなんです？ううん、いないんだよね。ゆきえさん、寝ちゃってますね。ああ、ほんとだ。昨日も仕事があったみたいだから。大変ですよね。でも本人はそう思ってないみたいなんだよね。そういうことじゃないんじゃないの。仕事人間だから、お母さんは。兄さんに聞いたんだけど、森園町は犯罪率が低いんだって。お母さんももうちょっと暇になれるといいと思うんだけどね。うん、そうだね。やっぱりバスから出ると空気が美味しく感じるよね。